はい、皆さんおはようございます。野生クラブ、キノコ取りハンター牛田です。今日はですね、今年2回目の、ラキオキノコ調査に来ました。去年はね、8月の末ぐらいに1回目取れたんで、今日8月24日25日なんですけど、ちょっと、ラキオのね、いつも最初に来る場所に今日来てはいるんですけど、ラキオがね、今さっき入ったんですけど、まだ1個目も見つけられてない状況です。キノコはね、そこそこ生えてはいるんですが、土の状況は最近雨がそんな多くなかったのか、ちょっと湿り気が足りないような感じしますね。釣れた気かな、これ。わかんない。でね、ラキオ、1個目ありました、これ。ラキオですね、これね。ラキオ今年初です。やった。これは柄が細い早生型のラキオなので、出始めたものかと思います。でも1個しかなってないというのも考えにくいので、ちょっとここら辺見ては見たいなとは思うんですが、ここら辺は結構早い段階に鳴ることがあるんですけど、違う。今日の目標は、ラキオを何個か取ることと、料金が出てきてないかということなんですが、毎年鳴ってる場所に来たんですけど、同じく全然取れないです。多分ですね、土が結構乾燥してるんで、ちょっとこれ雨降れば面白いんじゃないかなと思いますね。で、今週末ぐらいから最低気温も15度下回る日も増えてくるようなので、それにまた雨が降ったりすればすごく取れるのではないのかなと思います。今日はね、ちょっと下見程度だったんで、ちょっと諦めかけてたんですけど、最後か分からんですけどね、いいの。いや、もう乾いてますね、これ。でも、このままほっといても死んじゃうだけなんでね、もらっていきます。毎年、この木の根元に入るんですよ。で、見たら鳴ってたんでね、ちょっと虫に食われそうなんですけど、これでも十分うまいんで、もらっていきますか。これね、ちっちゃいんだけどね、ちょっとこれ奥のだけ残すと虫に食われそうだな。ごめんなさい、ちっちゃいけど味噌汁にします。これは残します。あと今日は約1時間ぐらい山歩きましたけど、4本で、やっぱ土がね、やっぱりまだ全然乾燥してたんで、あと、もうちょっと雨が降って、あと気温もちょっと最低気温15度下回るようになってきてくる日が増えてくれば、多分たくさん取れると思いますので、皆さんもね、天気予報と、あと気温、最低気温、それをチェックして山に入れば、もしかしたら取れるかもしれないです。次回は大量動画アップして